ブンブン、ハロー YouTube、どうもアサルです。今回は先週発売がスタートしたばかりのファーウェイの新型スマートウォッチ、ファーウェイバンド3が現在タイムセールでセール価格で販売されてますのでご紹介したいと思います。このファーウェイウォッチ3はスマートウォッチといっても外見はアクティブトラッカーのようなバンド状の形状をしています。ただ機能的にはかなり充実していて、スマートフォンと連携することによって電話やメール、SNS の着信をこのファーウェイバンド3上に表示することもできます。ディスプレイはカラー表示に対応しているほか、コンパクトでありながらタッチパネルにもなっています。もちろん健康管理用の機能も使うことができ、歩数計測や消費カロリーの計算、心拍数の測定のほか、睡眠時間の管理、そして防水にも対応していますので、このファーウェイバンド3を装着したまま水泳をすることもできます。現在、セール期間中の価格は5980円となっています。発売からこれまでの価格推移を見ていくと、まず先週発売された当初は6588円でした。それが今回のタイムセールになり一気に値下がりし、5980円で販売されています。注意点としてはカラーによって価格が少し違います。最もお得なのが現在画面に表示しているブラックのモデルになりますが、例えばブルーのモデルを選択した場合、機能は全く同じなんですが、ブルーのモデルは6588円とブラックよりも高くなってしまいます。個人的におすすめなのはやはりこちらのブラックモデルがおすすめです。このファーウェイバンド3はスマートウォッチの中でも特に軽量で、重さは 24g 程度しかありません。 24g というと腕時計の中でもカシオが販売しているいわゆるチープカシオと同じぐらいの軽さになります。ずっとつけていても気にならない重さですので、通常のスマートウォッチは重すぎて使いづらいというような場合は、こういったバンドタイプのスマートウォッチを購入するのもいいかと思います。なお、この5980円で購入できるのは、現在 Amazon で開催されているタイムセールの期間中のみとなります。まだ在庫はあるようですが、購入を検討される方はセール期間中に購入することをお勧めします。なお、この Huawei の最新のスマートウォッチ、Huawei Band 3の販売ページのリンクについては、動画の概要欄の方に貼っておきます。実際に購入された方の口コミなども見ることができますので、詳細が気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。